どうも。おはこんばんちは。今回はレイドの後期の湯を、コミュニティから参加させてもらった、パーティーさんにお邪魔させてもらいました。私も含め、皆さん初トライみたいでしたが、2時間程度でクリアできました。固定の PT は独自の攻略なども、あると思いますが、私のように野良で参加する人に、参考になればと、思い、動画を作りましたよ。まず後期の湯のゴールは、中央の部屋にある紫色の航路急行、破壊するとクリアです。攻略の流れは、リレーしてく感じだね。ここで注意点が一つ。合流する人と離脱する人で、下から出てくるネームドを二人で処理すると、比較的事故も少なくなるよ。スタート地点の四つ角の床に乗り続けると、ボーンって音が鳴るから、中央の部屋に行って航路を壊しましょう。この時雑魚もいるから、二人が雑魚処理。残り4人が航路破壊で、担当決めとくといいかもね。航路破壊する人は、部屋の中央の床に乗ってな。航路も 3×3 で合計9個あるから。あらかじめどこから壊すかも相談しとこうな。航路を壊すと、雑魚と時間差で、西音が湧くからきっちり処理しような。ここまでで1ループ目終了だよ。あとはまた元の位置に戻って、繰り返すだけだよ。私が感じた攻略のポイントは、リズミカルに動くことと、黄色ネームドを、合流する人と離脱する人で、きっちり沈めるのが一番いいと思ったよ。簡単な説明になっちゃったけど、最初から通しで見ていくよ。
最後壊しきったら終了やで。部屋に入りたての時は、1ループもいかなかったけど、ネームド処理を2人できっちり処理したら、数回のチャレンジですんなり、クリアできたぜ。みんなも初見だったせいか、パワーレベルもそんな高くなかったぜ。私はこの時272でした。だからみんなも頑張ってな。では、ご視聴ありがとうございました。